こんばんは、こんばんは、こんばんはやな。こんばんは、予定ゆりなです。イエーイ、すごい、周年の、なんだ、背景ですね、周年背景です。イエーイ、今日から周年背景になったんや。確かに19やもんな。今日何日かいな、そもそも16や。てかさ、記念配信したいですって言ってさ、まあなんかできるとしても無観客なんですけど、なんか本当はめっちゃいろいろと考えてたの。まあその考えてたのもさ、本当だったら3周年の時にしたいなって思ってたやつがね、いろいろあったのよ。本当にめちゃくちゃあったんだけどできなくて、で4周年でやりたいなって思ってたけど、無観客じゃないとできないから、無観客でなんかやりたいですって言ったら、なんか無観客ですかみたいな聞いたら、無観客ですねって言われたんやけど、結局配信できるんかな、どうなってるんやろな。やりたいですって言ったんやけどな、なんか無観客ですって、了解しましたって言ったんやけど、できるんかな。何もな来てないんやけど、3日前ですけど、あ、もうワンチャン今年もないんじゃんねえ、めっちゃ言ってんねんけど、すごいしつこい人みたいやけどさ、何回も聞いてんねんけどさ、どうなんやろね。アバターも結局どうなったやろ、全然何もあれしてない、聞いてない。あ、もうアバターはこういうのでお願いしますってのは出してるんですよ、結構前に。でもそれからなんかこんな感じでいいですかみたいなの何も来てないけど、今日どうなったんかな、どうするこれで。アバター、あ、すいませんアバター、結局なんとかかんとかでまたできないですみたいなねえ、1500日の時もそれでさ、アバターお願い作りたいですってお願いしてさ、いけますって言ったのに、結局さ無理、なんか無理でしたって言われてさ、結局返信ないなと思ったら無理でしたってなってさ、結局3周年しか作ってもらえへんかったんけど、どうなんやろな、どうなんやろな。2度あることは3度ある、1度あることは2度あるし、2度あることは3度あるっていうか、微妙いね。さあドボンしよっかな。私はちょっとマジで最近忙しすぎてドボンができなさすぎてさ、もうやばかったからさ、ドボンをやるね。ドボンをしてるからみんな気にしないで、私ドボンやってるから勝手に。いつもドボンできると思ったらさ、12時回ってるからさ、ドボン開けなくてさ、最悪だって、何なんねんなるんだよね。なんかできるんだけど、いつもさ12時以降過ぎてさ、いや出てない出てない、自分のグラビアカード出てない。何回か引いたんやって、なんやっけ、あのレインボーなんかハートとかさ、推しポイントとかさ、別にどっちでもいいやつばっかくれるねんな。ハートなんて無限にあんのにさ、なんかなくなったら復旧してくれるから正直いらんのにさ、くれるからさ、自分のカード欲しいんやけどみたいな、自分のグラビアのやつ欲しいんやけどって思ってる。ハートやんとかやまし、せやろメンバーでもな、その代わり12時までしかできんのよドボン。どっちがええ、まあハートある方がいいか、みんなから、みんなは。でもさ12時からだったらできるのにさ、いつも12時までしかできんからさ、結局さ仕事終わってさ、ちょっと家に帰ってきてさ、まあお腹が空くからもご飯食べたりとかさ、ちょっとゆっくりするやんか。でさ結構さ寝れへんかったりとかして、暇つぶしとかでさ、よく TikTok とか YouTube を見てるんやけどさ、
そういう時にドボンやりたいのにできらんからさ、もう本当に忙しい時間帯までしか。ああ、地道な走り屋さん、祝4周年タワーありがとうございます。ありがとう、イエーイ、ありがとうございます。ああ、私の出番だったね。それがね、ちょっとね、多分前イベントがあった時にメンバーが12時過ぎて結構朝方までやんりょったから、多分それでいろいろあったやろね、多分ね。ピエンだよね。ねえ、本当に。ショールームもね、そう、24時までってね、結構厳しいんよね、仕事によっては。そう、本当に仕事によってとか場所による。空き時間、例えば仕事と仕事の合間で空き時間があったとしても、配信する場所がないってなったらできんから、結局ってなるとさ、結局さ、そういうことじゃん。そういうことだよね。そうそうそう、もう大人なんやからさ、いつでもいいってしてくれたらめっちゃ楽やのに。仕事24時ぐらいまでさ、やってたとしてもさ、帰ってからできるって思って安心できるやん。もうさ、一日仕事してる時にさ、その帰りがさ24時付近になるってなった時にさ、で朝早いってなった時とかさ、めっちゃさ焦るんよな。もうどのタイミングでやろうみたいな、いつできるかなみたいな、ずっとそわそわしちゃうのね。それがね、大変ね。だからもうそういう時はもう頑張って早起きするしかないんよ。それがしんどいよね。タイさんも朝早いのにプラスアルファ寝れた15分をさってなるとしんどいよね。朝ってマジでなんであんなに眠いし、あんなに時間ってないんやろってすっごい思う。なんでなんだろうね、朝ってなんでなんだろうね。あんまり分からんけどさ、自分もすごいよね。あ、そうだそうだ、じゃこんな話する場合、こんな話してる場合じゃなかった。ちゃうあのね、昨日ね、あのぎょうちゃんせりちゃん公演があったんですけど、まあ勝手に言ってるけど、何回だって交流する公演、ペア公演があって、昨日初日迎えさせていただいたんですけども、見てくださった皆さん、あの AR と、あ、 VR か AR か AR と、あとオンデマと、あと会場に、劇場に来てくれた皆さん、ありがとうございます。そう、私も帰ってから、そう、帰ったの割と遅かったんけど、帰ってからちょっとやることが、やることっていうか、なんかまあちょっと仕事関係のあっての、で、そうそうそう、それでちょっとね、本当はね、あっぱれのあのやつも私2週続けてやらせてもらってたんやけどさ、ちょっとね、ちょっと告知するタイミングがね遅れたっていう感じなんだけど、そうそうそう、とりあえずじゃあまず先にあっぱれの話より、あ、じゃあ A は逆に先にあっぱれの話を。昨日のあっぱれどうでしたか？ちなみに前回の週はアニメの、結構アニメの話が割と多めな感じで終わったんですけど、まあケンコバさんとアニメの話で盛り上がったみたいな感じの回だったんですよ。私が、まあ室谷藤四郎が好きでみたいな、そうそうそう、それでまあ、盛り上がって、まあ、ケンコバさんすごいアニメに詳しくて、そう、盛り上がって、で、それで、そう、それでなんか東京、今一番割とさ、こう熱いのは東京リベンジャーズじゃないですか。で、それでなんか、じゃあ、まあ一番入って東京リベンジャーズだったらみたいな、らケンコバさんが推しを誰か当ててあげようみたいな感じに言
ってくださって、それで地方いいでしょって言って当てられたっていうね。いやー、呪術廻戦だったら絶対、呪術廻戦って言ったとしても絶対トゲくんって当てられてた気がすごいする。系統が全部似とるからと思ったら、絶対呪術廻戦の中でどれですかって言ったとしても絶対トゲくんって言われそうなすごい気がした。でも二押しは、ななみんやから、そう、二押しはななみんやから、逆に二押しは当てられなさそうやな。ななみん、ななみんって意外ってなりそう。二押しでななみんって、だって多分呪術廻戦で言ったら多分1番がトゲくんで、2番がまあめぐみとか、五条先生とかってぐらいになりそうって言われそうやけど、二押しはななみんです。全然違うからな、ななみんトゲくんと顔、顔のタイプが違うから当てられなさそうやったなって思います。まあそんな感じで、そういうトークで、盛り上がってですね、まあね、昨日のやつはT の K 本さん乱入ってあっぱれのツイッターに書いとったよね。そうまさかのね、びっくり仰天なあの感じで、まあなんかちょっと本当にさ、マジでさ、もうツイッターにも書いたけどさ、マジオープニング、なんか前回の終わった、あの一番最後の時に、その、じゃあ次の時の自己紹介楽しみにしてますね、みたいな感じで終わられて、え、これは振られてるからやるべきなんだろうかってめっちゃ葛藤したのよ、正直。え、なんかその今までの生きてきた人生ってそういう感じの話とかはあんまり得意じゃないのよ、正直。で、自分からそういう感じのことを言ったこともないし、結構素通りしてきて生きてきたから、そう、スタッフさんにもさ、なんかスタッフさんにも本当にマジで仰天はそういうことに無縁すぎるし、マジでピュアすぎるなみたいな感じで、本当に見た目と違いすぎてってめっちゃさ、その時のラジオの時もさ言われてんけど、だから自分でね、もう初めて、もう本当に初めての経験だったんですけど、まあでもやっぱり振ってくださったから、これで答えへんと普通に自己紹介するのはやっぱちゃうなと思って、あのいただいたメールの中から、そう、選んで、でまあオープニングの自己紹介させてもらって頑張ったんよ、私マジで本当頑張ったと思うわ。なかなかの中子ちゃんだったからね、緊張しましたけど、すごい。そうそう、芸人ではない。そうでもなんか聞いた、なんかケンコバさんたちから聞いたのは、大谷静香さんが出た時は大谷静香さんは自分で考えてたらしくて、なんか基本だいたいゆえりさんもやったのかなの時は、なんかメールからエラーになるしんやけど、あの大谷さんは自分で考えて、そう、あの自己紹介言ったらしくて、マジですごいなって思った。もうさすがやなって思った、すごい、それに関しては。うん、そう思いませんでした。いやマジで本当に、なんかなんか すごいなってめちゃくちゃ思ったわ。なかなかそんなねできるって思いません思いませんって感じ。
さすがだわと思って、もそうで、それでもその感じで普通に喋ってて、で普通に喋ってて、そしたらまさかのいや真似しようとはさすがに無理です、無理です真似しようとは絶対にしてないです。あ、無理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 、だってもうまずもうあれが違いますもん、やっぱ積んできたものが違うから、さすがにそれは無理です真似しようと思ってないし、キャラというかあれも違いますしね、そういうあのなんていうんだ、あの なんていうのかわかんないけど、大家さんは大家さんのいい素敵な面白いところ実は私で感じなんで、そうそうそう、無理な真似は無理やから、無理な真似は無理やからって日本語おかしいけどさ、ね、そうそうそう、さすがに、でそれでそうそうそう、それでしゃなんか最初のなんかさ、じゃあ2本目のやつ本当にあのすごい急にびっくり仰天なゲストさんがあの急に来てくださってすごいびっくりしたんですけども、本当 TKO のいや本当に木本さんが出てきた時と思って、最初ねなんかこう登場された時にスタッフさんだと思ったのよ、普通にこうラジオしてて扉が私の後ろにあったのね、でなんかスタッフさんが来られたのかなって思った、こう結構ラジオ中にスタッフさんがこうなんていうの、あのファンの方からのあのメールとかなんかそれこそなんかいろんな話しよった時になんかこういう虫だよみたいな感じのをこう見せてくれてたんやけど、スタッフさんがまた来たのかと思ってさ、よかった普通に喋っててんか、それでさこうやってこう座ってんのな、あ多分写真載ってたからさ分かると思うんだけど、でこっち来られてパッてかもしれないで、そうめっちゃまさかのそういう話をしてる時にまさかのいらっしゃ、なんかさすごいさめっちゃなんかおすごいって思ったのがね、ちょっと話はちょっとめっちゃいろんなとこに行くんやけど、結構ラジオとかでさこうよくあるのがさ、なんていうんやろ、こう結構普通にまあ例えばラジオしてたらそれこそなんかちょっと横のスタジオでなんか仕事があったからみたいなんで、よくさちょっとラジオしてるところに違うその人がこう結構あのなんかお邪魔したりする時ってあるやんで、え、なんでいるんですかみたいな感じで、いやいやあそこで仕事があってさみたいな、いやラジオでたまにあるじゃないですか、私リアルそれだなと思って、え、すごいみたいな、なんかあのそういうなんていうラジオとかでは聞いたことあるけどリアルに体験したことはないから、なんかえ、すごいすごいみたいな、普段なんか自分とかが聞くようなラジオのシチュエーションだなと思ってめっちゃびっくりしたけど、今思えばね、今思えばよ、でもその時はそんな感じじゃないから、だってすごいよ、なんていうの、なんか言い方悪いけどマジで脅されてるじゃないけど、なんかいや本当にマジでなんか気をつけた方がいいよとかすごい言われてたからさ、ええみたいな感じじゃないですか、もうあ、わかりましたわかりましたみたいな感じでさ、そんな感じやんか、じゃあさこっちでさ木本さんが来られてさパッて見た時えっと思ったの、マジでめっちゃ焦ってさ、それでさあのさ立ってさ、あなんかちょっと私ラジオ聞けてないから多分基本まるっと使われてると思うんやけど、立ってさなんか仰天ゆりなですみたいな、よろしくお願いしますみたいな感じでさ、挨拶させてもらったんやけどさ、そうもうね超緊張しただからそっからちょっとゆりな声ちっちゃかったよ多分ちょっとさちょっとびっくりしすぎて、そうちょっと多分 声が全然1回目の放送よりが多分めちゃくちゃ少なかったと思うんやけど
めちゃくちゃ本当にお話されてる時に、あ、でなんか、はいはい、でなんかラジオに乗んないでしょみたいなちっちゃい声でちょっと、はい、ずーっとね、やってて、でしかもそんなにさ話されてる時にさ、来てくださったからさ、まさかのさ、ちょっと本当に驚きすぎちゃって、すごい驚きすぎちゃって、すごい心臓がドクドクしてた。うちさ2回もだからさ、なんかよくわかんないけど挨拶しちゃった。1回目その登場された時に、あ、ゆうきだゆうきだゆうきですみたいな感じで立てて、そう挨拶させてもらって、なんか次に確かないんだけど、なんか芸名じゃなくて本名なんですよみたいな感じの挨拶をもう1回した気がする。確かね、ちょっと緊張しすぎて全然覚えてないんやけど、昨日のラジオのやつの収録の記憶がなさすぎてあれなんだけど、だからなんならそれの記憶が強すぎてその後にしたトークとかあんま覚えてないんやけど、そうえしてたよね2回ね、なんなら2回自己紹介しちゃった、その後の何のトークしてたか全然覚えてないでも本当に、でも本当にアンガールズさんたちも緊張されてた、やっぱりそうめっちゃ緊張されてたな本当に。でもラジオ聞いてた人は分かると思うね、言ってらっしゃったと思うんですけど、そうそうそう、めちゃくちゃ緊張しててさ、そうなんだよね。いやうちはさマジでちょっと反射神経遅れたなと思って、その多分ラジオの2回目になんか多分芸名じゃなくて本名なんですよみたいな感じで言った時にさ、そのさ来られた時うちたっさいと思ってたから普通にこっちを向いて、その普通にこう22で座ってて、でこうケンコバさんの方を向いてて喋ってたからさ、来られた時絶対もう気づかんかったからさ、私はさ、私的にはさもう入ってきた瞬間立ち上がって挨拶したかったんよ、なんやけどさマジでさ入ってこられた時さスタッフさん思ってたからさ、自分のさこの前だからケンコバさんたちの方に行ってやっと気づいた、あってなった。だからさマジでさちょっと瞬発能力遅れたなと思って、それをね言ったんよね、そう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 、あのなんか最初の挨拶した時にそう立ててなかったって言ったのは、そう立ててなかったって言ったのは、私が自己紹介した時に座って自己紹介したんじゃなくて、入ってこられた瞬間の挨拶ができなかったんよね。そう、じゃあ気づいたタイミングでは挨拶すぐしたけど、もうなんか入り口に登場したぐらいでもう言いたかったんで、でもちょっとすごいさプレッシャーかけられてたからさ、やばいな思ってて、だからちょっと私は数秒遅れてしまったからやっぱってね思ってね、なんかすごいちょっとなんか後で見たら、その私が一番最初にその行程いいのですよろしくお願いしますって自己紹介した時に、なんか私が座って自己紹介したみたいな風に思われてた方がいらっしゃったんですよ。じゃなくて自己紹介した時はさすがに立ててました。そんな座って挨拶するわけがないでしょそれはささすがにアイドルやっててもさ、こういろんなこうなんか出た時とかにさ座って挨拶するような、そんなことはしたことがないからあれやったけど、そうそうそう、そんなね、だけど入ってこられた瞬間に、そうそうそう、ケンコバさんたちが気づいて、ケンコバさんたちの方が見えるやん私たちで先に、でその時に気づいて挨拶されて、それであってだって挨拶しちゃったからそうあれだったなと思って、ラジオ中にさその挨拶が遅れちゃってみたいな感じで言ったんよね。そうまあ難しいよね、映像で お届けしてるわけじゃないからね。そうそうそう、だからその横でさ最初に立てって挨拶した時にさ、アンガールズの田中さんがさボソッとさ、え、ラジオなのに立てたって言ってねそうなんかそれこう立てって挨拶されたちょっとないさずっと立ててたんだ私立てってって会話しとったんよ。でさそしたらさアンガールズのさ田中さんがさラジオなのに立ててるって言ってさボソッと言ってたよね、乗ってるか知らんけどその声が、そう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 、だからそういうところでもね、やっぱね言葉って難しいなって思った。映像だとさ分かるじゃん、立てって挨拶してるっての分かるけど、ラジオやったらさ分からんじゃん、声だけやからさ、正直座っててもさ立っててもあんまり変わらんからさ、
そういうのねさ、やっぱ言葉って難しいし、ラジオってやっぱり普段の映像だとうん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 ってこう人の方向いてうんうんってしてたらこう分かるじゃないですか、あ聞いてるんだなと思うけど、ラジオってなんかそういう時にあそうですよねうんうんとかって言わないとなんかずっと黙ってんのかなってさ思っちゃうから、なんかそういうとこってやっぱラジオって難しいなってすごい思いましたね。立って挨拶したね、立って挨拶したよ、したした、立って挨拶しました2回も。そう、なんかそういうとこってやっぱ難しいなと思ってちょっと今回改めてね経験しましたね。そうそうそう、ね、むずいよねやっぱそういうの、ラジオってほんと難しい。まあでも楽しかったわ、やっぱりすごいケンコバさんがすごいこう気を、やっぱ初めましてだったしお互いに、でアンガールズさんたちともそのイベント、ボッチャのイベント、そのパラスポーツのイベントでしか挨拶しかしてなかった、その時はいらっしゃるってことでのなんかチームメイトです、よろしくお願いしますぐらいの挨拶だが、もうほぼ初めましてだったから、みんなもさどんな子なんだろうみたいな感じじゃないですか、そもそもね。そう、それをいい感じに回していただいて、皆さんありがとうございますって感じ、本当面白かった、めちゃくちゃ面白かった、やっぱすごいなって思ったな、やっぱり。いやーなんかちょっと嬉しかったな、なんかちょっとさ、そのさ一発目の時にさなんか緊張してるみたいな言ったやん自分。そのなんかテレビで、普段テレビで見る人たちを目の前にして、まあラジオするわけじゃないですか、だからさすごいそれでさなんか緊張しますみたいなことをさ言ったらさ、みたいな、なんでなんその僕たちみたいなにみたいな感じでおっしゃってたやん、なんか逆に傷つくわみたいな感じでさおっしゃってたけどさ、いやこっちからするといや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 、普通にテレビで見てた人たちの画面の、あれ充電できてないんかな、ちょっと待ってよ、充電してるんやけど充電が 10% を切ってしまいましたってなってる。え、なんで、やばい、充電がもう 10%、 なんかさ切っちゃってる、なんでだろう。充電しながら今ショールームずっとしてるんですけど、もしかしたら充電できてないのかもしれないな。私このね今普通のやつより 2m の延長コード使って、そのこの充電するとこから引っ張る線がそもそももう多分ねダメなんですよ、だからだと思いますね。ちょっと悲しすぎるけど、まあちょっとそうですね、なんでちょっとやばいな。まあまあちょっと昨日はねいろいろね話さないといけないことがたくさんあったから、とりあえずラジオの話をして、そうそう聞いてくれた人もいらっしゃると思うので感想ね、そうすごい私は嬉しかったよ。でその数日後さテレビでさケンコバさんを見たのね、だからわすごいな、こんなテレビに出てる人と自分はラジオしたんかと思ったら、なんかすごいってちょっと思ってしまったそう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 、ね、あ新しいの買わんと、新しいの買ってるんですよ、まだ届かないんですよね。そうそう新しいのをね結構前に買ったんですけど、まだちょっと届いてなくて、この延長1メートルなら持ってるんですけど、2メートルのこの延長の長いやつって結構必要で、遠くてタブレットとか携帯とかここで充電、結構配信してるとこで結構充電がなくて使うんですけど、それ今ね頼んでるんですけど届かないんですよね全然。だからそれまではさすがに延長コードがやっぱどうしても必要なので、その延長で今やってるんですけど、あと 10% しかないからちょっとやばい、シンプルにやばい。そう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 なったよね。そうそうそう大変よねマジで。そうで、まあちょっと7時かで、そうで昨日の話よ、昨日の話、全部昨日の話ないけど、そうそうそう二人公演ね、すごい。なんかまあちなみに私は B だったので、ワルキーと
月と水鏡をさせてもらいました。そう、すごいセリカと一緒にできてね、すごい良かったです。めちゃくちゃ、そう、え、嬉しい。どうすれば仰天ちゃんみたいにスタイル抜群になりますか。あ、私全然スタイル、あのね、え、すごいスタイルいいねって言ってくるのめっちゃ嬉しいんだけど、正直スタイルそんなに良くないのよ。なんかそれこそ昨日のさ、公演の1曲目の隣のバナナじゃないけどさ、なんかさ、本当にさ、着痩せするタイプなんですよ。まあ、決してね、グラマーではないんですけどグラマーでもなければ着痩せするタイプなんですけど、なんかね、正直ね、私はね、身長がね、まあいっぱいよ、ちょびっと高いの、標準よりちょびっと高いの、162センチだから、もうこれで完全にカバーしてるだけうん、多分ユリナがこれで本当に160ないなかったら、多分本当にずんぐりむっくりだったと思う。この今の体型でその160センチなかったらすっごいずんぐりむっくりなんですよ。そう、だから身長がちょっと高いのが、あの、そう見えるカモフラージュなんですよ。そう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 、でも標準の中で158、9とかなんで、多分160あるかないかぐらいが標準だと思うんですけど、まあ気持ち越してるので、そう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 、あとはなんて言うんだろうな、結構よく言われるのが162センチ以上によく見られるんです。ステージとか立ったりとかするときに、こうなんて言うんだろうな、うん、大きく見られるんですよね。まあガタイがいいからなんですけど、まあ多分私はちょっとこうなんて言うんだろうな、ある意味もしかしたら逆に華奢じゃないから大きく見られるのかなってすごい思うんですよ。でも華奢な子って線が細いから、こうなんて言うんだろうな、スラッとしとるけどちょっとちっちゃく見えるかもしれないですよね。私の場合はこうでかいから、そうだから多分ね、いい感じにねいい感じにね見えるのかなって思うのよね。だから私は基本的にね、どっちかっていうと服着てた方がスタイルよく見えるタイプの人間ですね。どっちかっていうとね、そう、服を着てる方が細く見えるし、こうスタイルがよく見える、そう、体型ではあるかな。なんか全然ね、スタイルはよろしくない。私も逆にもうちょっとスタイルよくなりたいなってめっちゃ思いますね。あと多分私の場合は、服を、衣装を着た時にこう出るところにあんまり肉がつかないんだと思います。なんか昔はそれこそちょっと前までは太ったらすぐ顔に出てたんですよ。太ったなと思ったらすぐ顔がこうアンパンマンみたいになって、まあ今もアンパンマンでえ、めっちゃ顔アンパンマンじゃない。うちさ、昨日のさ公演のさ、オンデマ見たんよ、自分でね、自分のやつ。あんま好きじゃないんだけど、自分が出てるもの見るのは。でもちょっとさすがにちょっと2人だったし、ちょっとどんな感じだったかなと思って、歌とか、うん、含めね、マジで顔丸くてびっくりしたマジで顔が丸い、自分。そうで、まあそんな感じで、そうそう、何の話してたっけな、あ、何の話してたっけ、忘れちゃった、あ、何の話してたっけな、そうそう、ちょっと忘れちゃったんだけど、もうなんだっけあ、そう、服着てる方が、だから、そうそう、最近はね、割と太ってもう顔につきにくくなった、昔に比べて。昔は顔にもう笑うと本当に肉で埋もれたんよ、目が、っていうぐらい割とぼっちゃりしてたし。そう、でもなんかあんまり、なんて言うんだろうな、顔に、太ったらさ顔に出ちゃうってメンバーいるじゃないですか。一番最初の顔に肉がつくね。私は多分顔とか足とか手とか出てるとこに顔、あの、顔じゃないわ、肉がつきにくいから、服着てればなんだかんだね細く見えるんだわ、きっと。そうそう、でもそれも最近、ちょっと前までは本当に顔